皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、今朝、出たニュースというところについてね、まあ、触れていきたいなと思うんですけど、サムネタイトルでもわかる通り、打倒川崎ロンターレ、浦和レッズが戦力拡大ということで、まあ、先日ね、紹介した酒井宏樹選手の移籍の、まあ、進展というところに加えてですね、新たにデンマーク代表ディフェンダーを獲得かというところについてもね、まあ、2選手触れていきたいと思います。まあ、先日獲得したユンカー選手というところでね、まあ、5戦5発というところで、大当たりをしているというところを含めてですね、まあ、再び、大当たり助っ人となるのかというところについてね、まあ、この2選手、の詳細だったりというところを詳しく触れて、まあ、最後に浦和レッズの今後の展望というところも触れていければいいのかなと思います。まあ、ここ最近ね、非常に、調子の浦和レッズというところが、まあ、さらに、気を緩めずに、ここの戦力拡大に向けてですね、動いているというところが出ましたんで、まあ、そちらについてもね、触れていきたいと思います。ということですね、今日は浦和レッズ尽くしという形にはなりますけど、まあ明日のね、まあ J リーグというのを含めて話していければいいのかなと思います。ということですね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、早速まあ2選手について喋っていけたらなと思うんですけど、まあ現在ね、非常にリーグ戦でも調子のいいこの浦和レッズというところですし、まあ先日ねルヴァンカップというところでは、まあ最終節というところで見事勝利を収めて、見事ねグループステージ突破を決めたということもあって、まあリーグ戦だけでなくこのカップ戦というところもね、非常に調子のいい浦和レッズというところになっています。まあ先日ですね、この酒井宏樹選手がまあ日本に帰ってくるプラス、まあ浦和レッズがね移籍が濃厚なんじゃないかというところをですね、まあ取り上げさせてもらいましたんで、まあそちら、概要欄だっていうところが貼っておきますんで、まだねそちらの方を見てない方は、まあそちらの方で、酒井宏樹選手の移籍のところはね詳しく紹介していますんで、まあそちら見てほしいなと思います。まあということでですね、まあ今回の本題として、デンマーク代表ディフェンダーというところを触れていきたいと思いますんで、まあひとまず酒井選手というところの、まあ前回からの、まあ進展というところを含めて、軽く触れていけたらなと思います。まあ前回ね、紹介した通り浦和レッズがですね、まあ、フランス一部のマルセイユに所属する、日本代表の酒井宏樹選手というところをですね、まあ、この夏に、複数年契約で獲得するというところが、まあ、前節ね濃厚なんじゃないかというところがなっていましたけど、まあ、前節からの進展加えてですね、まあ、この移籍金だったり、まあ、細かい情報を含めてですね、まあ、移籍の情報が、まあ、交渉というところが基本合意をして、まあ、あとは、正式発表を待つのみという形になっています。まあ、正式発表を含めてですね、まあ、6月中旬ぐらいの、正式発表なのではないかとね、まあ、ニュースだったりというところが支えかれていますんで、まあ、その正式発表ということになれば、J リーグ復帰というところがですね、9年ぶりの、もうこの酒井宏樹選手にもなりますんで、まあ、この時期でもですね、非常に、楽しみな選手でもありますし、まあ、ひとまず、フランス一部というところはですね、まあ、先日、全日程が終了したため、まあ、もう、マイルステイユというところはですね、まあ、離れる決断というところはしていますんで、あとは、この浦和レッズのユニフォームを着るのを、待つのみという形になっています。まあ、先日のね、代表戦というところでもですね、代表の発表ですかというところでもオーバーエイジ枠として、アンダー24のね、戦いの場というところに、まあ、今度は、酒井宏樹選手、挑戦することになっていますんで、まあ、この吉田選手、遠藤選手含めてですね、まあ、この、酒井宏樹選手が、アンダー24世代をですね、引っ張っていけるように、また戦っていってほしいと思いますし、まあ、そのね、アンダー24の、オーバーエイジ枠として出場するときには、もうすでにね、浦和レッズの酒井宏樹として、出場するのではないかということもね、囁かれていますんで、まあ、そちらも非常に気になる、ところなのかなと思いました。まあ、まだまだね、海外でも、今季も、30試合近く出場して、まあ、チャンピオンズリーグというところもですね、出場していますんで、まだまだバリバリ、活躍できる選手もありますし、まあ、今年31歳ということもあって、まあ、今が一番サッカー選手、まあ、サッカー人生としてですね、一番脂が乗ってる時期で、まあ、この J リーグに帰ってくるということになりましたんで、まあ、非常に、楽しみな酒井宏樹選手になってるのかなと思います。まあ、代表の中でもですね、ベテランの域には来ているわけなんですけど、まあ、対人だったり、まあ、この空中戦含めてですね、まあ、この引けを取らない、外国人選手に引けを取らない酒井宏樹選手というところで、まあ、このね、海外で培ってきた経験というところを、まあ、ぜひね、J リーグの舞台で、大いに発揮してほしいのかなと思いました。まあ、またですね、6月中旬ぐらいですか、まあ、先ほど言った通り、正式発表というところが出次第ね、また溢れていければいいのかなと思いますんで、まあ、前回からの、まあ、進展としては、まあ、基本合意に至って、まあ、あとは正式発表を待つのみてよというところについてね、今回触れさせていただきました。はい、ということですね。まあ、今のところ、酒井選手の話をさせていただきましたので、まあ、続いてね、まあ、目玉の、今日の本題というところについてね、喋っていこうかなと思います。デンマーク一部のですね、ミッティランというクラブに所属する、もともと、アンダー21の、デンマーク代表のディフェンダーのですね、ショルツ選手というところを浦和レッズが、獲得濃厚という形になりました。
まあ、ショルツ選手ですね、現在28歳の選手で、189センチという、まあ、身長も、ね、非常に高いながら、まあ、攻撃的なセンターバックという、まあ、動画だったりというのを見させていただいた中で、まあ、個人的な印象になっています。まあ、現在はですね、デンマーク1部というところで今季ね、45試合に出場して、まあ、チャンピオンズリーグだったりというところもね、まあ、今季全試合に出場していますんで、まあ、バリバリ、活躍している選手になっています。まあ、アンダー21のデンマーク代表というところありましたけど、まあ、その他にもね、アンダー19のデンマーク代表にも選ばれたりと、まあ、世代別のデンマーク代表を渡り歩いた中で、まあ、現在ね、28歳という、まあ、一番脂が乗った時期の、このショルツ選手の獲得に動いているということが分かっています。まあ、この、今季もですね、デンマーク一部でバリバリ活躍しているプラス、まあ、チャンピオンズリーグも経験しているこのショルツ選手、センターバック経験豊富な選手ですね。というところを浦和レッズが獲得に動いているというところを話したんですけど、まあ、その、ね、移籍金というところが、まあ、約6700万ということで、まあ、非常に格安な、まあ、この獲得に動いているのかなという印象です。まあ、このね、経験値もあり、まあ、28歳という一番脂が乗っている時期ということもあってね、まあ、1億円を、優に超える移籍金になるのかなというところがありましたけど、まあ、この、先ほど紹介した酒井宏樹選手というところもですね、非常に格安で獲得するということもね、まあ、前回の酒井宏樹選手の動画で上げさせていただいたんですけど、まあ、それに加えてですね、まあ、このショルツ選手も、6700万っていう、まあ、もちろんね、安くはない金額ではないと思いますけど、まあ、これまでの、まあ、このショルツ選手の経験だったりってところを加味するとですね、まあ、非常に、まあ、有能な、裏のフロント陣だなという個人的な印象になっています。まあ、またですね、同じデンマーク人の、先日、加入したキャスパー・ユンカー選手というところもですね、まあ、活躍していますし、まあ、5戦5発という非常に、絶好調のユンカー選手になっていますんで、まあ、そことね、同じデンマーク人ということでですね、まあ、加入することとなれば、まあ、ショルツ選手と非常に、まあ、意気投合するというか、まあ、チーム内でも、仲良く過ごせるのかなというところもありますし、まあ、このユンカー選手もさらにですね、まあ、このショルツ選手を加入することとなれば、まあ、競争だったり、まあ、自分もやらなければならないというね、自負だったり、まあ、責任感も生まれて、まあ、またね、浦和レッズのチーム全体としても相乗効果が出てくるのかなと思いました。まあ、正直、サイドバックというところで言うとね、先ほど酒井宏樹選手が加入するということは言いましたし、まあ、センターバックのところでは、まあ、現時点ではね、トーマス・デン選手含めて、まあ、試合に出場している岩波選手、牧野選手と非常にね、センターバックも J リーグ屈指のセンターバック陣を揃えている中での、まあ、この新たに、ショルツ選手を獲得に動いているということになりましたんで、まあ、浦和レッズね、まあ、今季、J リーグ全体がですね、まあ、コロナ禍の影響で、まあ、収入だったりっていうところがね、減ってる中で、まあ、この、しっかりとした、補強を行ってるっていうのはさすがの浦和レッズだなというところがありましたし、まあ、本気で、優勝を狙ってきてるなという印象になっています。まあ、現在ですね、川崎フロンターレが、まあ、リーグ戦というところが独走状態にはなっていますけど、まあ、この浦和レッズというところも、ここ数試合で非常に調子を上げてきて、まあ、まだまだね、優勝は譲らないぞぐらいのね、勢いを放っているこの浦和レッズでもありますんで、まあ、ね、濃厚という形になっていますので、今後ね、また加入することとなったり、正式発表になれば、まさか井樹選手、ショルツ選手含めてですね、紹介できればいいのかなと思いますんで、まあ、ひとまず、ショルツ選手の基本情報と、まあ、自分なりの、個人的な見解というところを喋らせていただきました。まあ、正直ですね、スカウト陣というか、まあ、裏のフロント陣というところはね、非常に有能だなという、まあ、ここ最近の印象になっていますし、まあ、ユンカー選手というところもね、2億1000万円で獲得したという情報も出ていますけど、まあ、それ以上の、これまでね、活躍もしてくれていますし、まあ、新たにこの酒井宏樹選手、ショルツ選手というところを、獲得することとなれば、まあ、本気でね、優勝というところを狙える戦力は、揃えるのかなと思いますんで、まあ、これからの、今後の動向というのを追っていきたいと思いますし、まあまだね、このショルツ選手、まあ日本にそこまでね、名の知れた選手ではないと思いますんで、まあ YouTube だったりというところでね、このショルツ選手のプレイ動画だったり、まあニュース含めてね、載っていますんで、まだね、知らない方だったりっていうところはね、ぜひチェックしてくれたらなと思います。まあこの浦和レッズの、オファーに対してショルツ選手自身もですね、まあこの J リーグだったりというところもね、非常に興味があるリーグというところも言っていますし、まあ同じね、チームメイトとしてユンカー選手が存在するっていうのはね、まあ非常に、心強い、まあこのショルツ選手の移籍の一つのね、要因になるのかなと思いますんで、まあ、そこを含めて、まあ、このね、浦和レッズの移籍っていうのを今後も、動向を追っていければいいのかなと思います。まあ、他のサポーターからするとですね、今、絶好調の浦和レッズというところに加えてですね、まあ、夏に、このショルツ選手、酒井宏樹選手というところが加わることとなれば、まあ、さらに怖い存在になると思いますし、まあね、3カ年計画というところが立てた中で、まあ、非常にね、現実味も湧く、この2選手の獲得になるのかなと思いますんで、まあ、今後のね、動向もこれから追っていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は、まあ、浦和レッズの特集という形にはなりましたけど、まあ、今日の、今朝に出たニュースというところで、酒井宏樹選手の、まあ、前回からの移籍の進展の話と、新たにね、元で、
アンダー世代の、ね、デンマーク代表ディフェンダーのね、ショルツ選手のところの獲得オファーに動いてるよという2点について、喋らせていただきました。まあ正直ね、他のサポーターからすると、まあ怖い存在だなという印象もありますし、またね、J リーグ全体で見ると、またね、坂井宏樹選手、まあ、ショルツ選手含めてですね、まあこの世界で活躍している選手が J リーグに、来てくれることによって、また J リーグのレベルも一回りも二回りも、成長するという面では、非常に、素晴らしい移籍になるのかなと思いますんで、まあ個人的には、ぜひね、2選手とも、J リーグの実現、移籍っていうところもね、注目して見ていければいいのかなと思いました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあね、水曜日、まあ明日というところですか、J リーグ行われますんで、まあそちらのね、試合前プレビューというところも、昨日あげましたんで、見てない方はぜひね、チェックしてくれたらなと思いますし、まあ今回ね、ショルツ選手を大まかな、情報として紹介しましたんで、坂井宏樹選手のね、動画を、まあ詳しく知りたいよという方は、まあ概要欄にね、前回の動画載っていますんで、そちらもね、チェックしてくれたらなと思います。まあ、6月というところから、まあ、リニューアルする形でですね、また一回りも二回りも、このショータイム、面白く、動画作りしていければいいのかなと思いますんで、まあ、この動画を見てくれてる方だったり、いつもね、見てくれてる方で、まだね、チャンネル登録を済んでない方は、まあ、今のうちに、チャンネル登録をして、6月1日というところね、待ってくれたらなと思います。ということで、明日というのも、J リーグが待っていますんで、皆さんで明日の J リーグ、楽しんでいければいいのかなと思いました。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。Bye!